おはようございます。 昨日は本当にごめんなさいでした。 私も楽しかったですから。 今日はメンバー探しだね。 今日しか暇ないんだぞ。 ほら、とっとと昼飯食って始めようぜ。 おはよう、なぎさちゃん。おはようございます、篠原さん。今日はなんだか元気ですね。ああ、我がチームが結成される日だからね。そりゃ燃えるさ。 そんなこと言ってはダメです。ところであいつ、迷惑かけてない？ メイちゃんですか？ うん。いえ、お店を手伝っていただいたり、とても助かっています。 こちらが申し訳なく思うぐらいです。まあ、そういうところに関しては心配する必要もなかったな、あいつは。はい、とてもいい子です。 まずはどこに行きますか？ だれさ？
として僕の知ってるあいつ。どなたですか？スリーポイントを狙わせれば案外いい感じかもね。とても頼もしそうです。一緒にバスケットをしてくれるでしょうか？バスケしないかって聞いてきたからオッケーって言っただけよ。あー、うん。じゃあなんでバスケなの？一度 OK 出したんだからもう取り下げさせねえぞ。あんたの言ってるバスケがボールをカゴの中に放り込むスポーツってならよっぽど変な理由じゃない限り断んないわよ。から説明させてください。誰？はじめまして。私 B 組の古川渚と言います。ともやくんと篠原さんは私のためにバスケットボール部と試合をしようとしてくれているんです。はあ。そのためにメンバーをもう一人集めなくてはいけなくて、そしたらともやくんと篠原さんがあなたのことを教えてくれたんです。とても頼りになる人がいると。え、頼りに？そう、こいつらそんなこと言ってたの？分かってるわね、あんたたちも。
私が必要？仕方ないわね。そこまで言われちゃ受けるっきゃないわね。なんかムカつくんすけど。ございます。いいのいいの、なんかよくわかんないけど困った時はお互い様って言うしさ。あー、傭兵傭兵。でしょうか。ちょっと喉が渇いたんだけど、フルーツ牛乳買ってきてくんない？なんで僕が。人数必要なんでしょう。こいつ最悪だ。人の弱みにつけ込んでくるよ。あの、それでしたら私が。ううん、いいのいいの。バスケするってことはチームプレイでしょ。主従関もたい。チームリーダーの言うことをちゃんと聞ける下僕じゃない。手足が必要じゃない。あんた助っ人のくせにリーダー張る気っすか。手足って全然フォローできてねえよ。止めるな岡崎、これだけははっきりさせとかないとダメだ。バスケはチームワーク。縦社会の圧制された関係で試合なんてできるか。いいか、僕たちはあくまで横の関係なんだ。関係も盾ですか。今更。あんたら2年の時から変わってねえよ。傭兵をいじめるときはね。
試合って感じ？ってのも面白いわね。でもまあメンバーも決まったことだし一安心だな。良かったです。それではメイちゃんが待ってくれてますので急いで帰ります。よろしく。僕たちも帰るか。結局あいつは何日に来たんだかね。それだけのためにこんな場所までわざわざ来るかよ。あいつ都会に憧れていたからな。僕の様子見って理由でただ単に別の町に来たかっただけなんじゃ。現に今渚ちゃんと遊んでるわけだし。少しでも心配してたら今一緒にいるはずだろ。まあ、いたらいたで鬱陶しくてたまらないんだけどね。違い！本当に鬱陶しいだけなんだよ、あいつは！流すな！そんなことは絶対ありません。嫌がったんだよ、あいつはよ。
岡崎さんと二人で話したいから外に出てて。ね、お兄ちゃん。どうした、メイ。遠く離れてから、お兄ちゃんのこと、たくさん考えるようになったの。へえ、どんなこと？一緒にいた時はね、考えもしなかったようなこと。それでね、私の中でね、どんどんお兄ちゃんの見方が変わっていったの。そうか。少しは尊敬できる兄になったか。尊敬はできないけど。ちっ、なんだよ。
でもお兄ちゃん使っていろんなこと考えられるようになったよ。変な想像してません？でも血のつながった兄弟なんですけど。岡崎さん、エッチな小説家になれますね。そんな身の毛もよだつ想像はしないでくださいね。そもそも私がキューピッド役だって言ってるのに。どうした、岡崎。へえ、どんなこと？そうか、少しは誇れる親友になったか。ち、なんだよ。してません？お二人、男同士ですよね。そっち系の小説家にもなれますね。
そもどうして相手がお兄ちゃんなのかわからないんですけど。私がお兄ちゃんのそんな世話まで焼かないといけないんですか？岡崎さんと渚さんの。都会の恋人なんてもっとベタベタしてますよ。それではお互いの気持ちが冷めてしまいます。渚さんも寂しがっていました。もちろんです。二人きりの夜は長かったですからね。心の中ではいつも岡崎さんのことが引っかかってるんです。こんなのでいいのかなって。でも岡崎さんよりかは同じ女性の私の方がそんな気持ちわかると思いますよ。
の今後を心配してるんです。世話なんて滅相もない、そんなつもりはありません。お礼です。こちらで楽しくさせていただいてる。もし私なんかの力で二人仲が深まればと。になってほしいですか？それぐらいでちょうどいいですよね、渚さんは。わかりました。その意識改革、私に任せておいてください。に踏み込んできてほしいと思いませんか？ではその意識改革、私に任せてください。通り口は悪いけどいい人ですね。
それでは今日は戻ります。はい、また明日。こんにちは。こんにちは。まだ中で支度してますよ。渚ちゃんのお友達ですか？同級生？渚ちゃん、元気にやってますか？そうですか。それは良かったです。こちら、伊吹光子さんといって、渚の担任だった先生なんですよ。はじめまして、いぶきです。はい、でも3年前に辞めてるんで、岡崎さんが入学してくる前までです。それにしても、復学して間もないのにこんなかっこいい男の子と仲良くなるなんて、渚ちゃんも隅に置けないですね。渚、すごく頑張ってるんですよ。結構面食いさんなんですね。
噂をすればですね。なぎさちゃん、こんにちは。先生、いらっしゃいませです。今日はかっこいい男の子とデートですか？あ、いえ、違うんです。あ、今の違いますはデートではないという意味で、そのトモヤ君はかっこいいと私も思います。あの、トモヤ君、午後からめいちゃんと出かける約束してしまいました。すみません、はぶきです。ございます。頑張ってめいちゃんにいい思い出作ってもらいます。かっこいいだけじゃなくて優しい彼氏さんなんですね。優しいです。あ、お見送りします。伊吹先生の妹さん、入院してるんです。はい、2年前に交通事故に遭って、それからずっとなんです。そう、お母さんが言ってました。本当は同じ学校で過ごせるはずだったんです。あ、伊吹先生。お邪魔でしたね。
るといいです。ありがとうございます。よくなったら遊んであげてくださいね。はい、もちろんです。それでは。皆さん、お世話になりました。あ、名残惜しいですね。メイちゃんはなんだかずっと家族だった気がしてます。私もです。お別れはとても辛いです。ですが別れがあるからこそ出会いは素晴らしく思い出は輝くんです。皆さんと過ごした思い出を胸に、明日からも一人で頑張っていきます。渚さん、していいですか？お？ほっぺたです。お別れのキスですよ。あ、構わないですけど。じゃあ失礼して。かわいいかわいい。Thank you.
それでは皆さん。さようなら。お、学校サボってまた来い。待ってますからね。メイちゃん、さようならです。もうこんな時間かよ。今日もたくさん売れ残っていますよ。よし、一丁精出してパン配ってくるか。頑張ってくださいね。Tomoya くん。バスケの練習、頑張ってください。バスケの練習です。篠原さん、そう言ってました。
時ですか？それはきっと智也くんのバスケに対する情熱と私の応援する気持ちが一つになってたんです。ナイターですると言ってました。だって明日は試合です。差し入れ持って私も後から行きます。